ガールズグランプリのトライアル優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まず今の気持ちを聞かせてください。そうですね、去年2着だったんで今年優勝することができてホッとしてます。終わってみれば、ね、3連勝という結果でしたけどいかがですか。そうですね、今回さえは自分が思っている以上に仕上がってたなっていうふうに思います。その部分の自己ベストというタイムも出てましたがいかがですか。2日目はですね、すごいここ最近体験したことのない緊張がすごくて手足も震えたりしてて、その理由は妹弟子の緒方真央なんですけど、普段の練習では真央の方がすごいタイムが出てるんですよね。でそれからの初対戦だったんで負けられないっていう気持ちもあったし、本当に緊張して、その中で勝ててベストタイムも出たし、メンタル的にもすごく成長したのかなっていうふうに実感しました。その妹弟子さんと走ることで得られたものって大きかったんですか。そうですね、一番は精神的に大きくなったなっていうふうに思います。レースの方も振り返りたいんですけども、一番下でしたが初手は5番手というのはどうですか。そうですね、あまりどこ取りたいっていうことは考えてなくて、自分の前に真央と柳が入ってたんで、2人がやり合うだろうなっていうふうには考えてて、で思った時に2人がかけたんで後ろで様子見てどっちが前に出るかなっていうのを見てて、真央が内外線に入って柳が外並走する形になったんで、ここだと思って、そこからは思いっきり仕掛けられたし、初日と2日目と、並走1周行ったし、それから並走の1周だったんで、最終日は特に冷静に周りを見れてたと思います。決勝戦は、まくっても一気にいったなというふうに見てたんですが、ご自身の手応えはいかがでした。そうですね、もう真央と柳が行って柳が並走した時点でもらったって思いました。それから、ゴール戦駆け抜けましたが、実際1着になっていかがでしたか。そうですね、グランプリも勝ちたいと、勝たなきゃなと思いました。はい、そのグランプリで2連覇して、いろんな言葉がかかると思いますが、どういった目標がありますか。そうですね、グランプリ取った次の年は女王と言われて、今年取れなかったら来年から女王って言われないんだって思うとすごい寂しい気持ちになるんで、なんとか来年も女王って言われたいし、2連覇っていう壁は今後ガールズ競輪の中で出てくると思うんですけど、3連覇になるとなかなか超えられない壁だと思うので、しっかりそういう歴史っていうんですかね、そういうものを自分が作りたいなと思います。この後もレースあると思いますけども、また改めてグランプリに向けて一言お願いします。はい、もう本当に皆さんもちろんグランプリ優勝したいっていう気持ちで臨んでくると思うんで、皆さんの気持ちよりもさらに大きく勝ちたいって気持ちを持って、あと1ヶ月ちょっとあるんで、真面目に練習して3連覇目指して頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。私たまには真面目なこと言いません。もうないわ。